大当たり終了後は、3つのモードが存在します。まず7揃いで、16ラウンドの大当たり、こちらが、本期最大の売り文句で、ある呪縛連鎖の時という状態に入ります。2つ目が、三図柄で揃った時の通常の格変、これデジャルパニックモードに移行します。で、7-3 以外の非格変図柄で当たりますと、いわゆる時短、真相究明の、モード、以上3つの状態に突入、どれかに突入します。で、ポイントとしましては、この呪縛連鎖の時というこの小当たり足付きの状態なんですけれども、まず最大16ラウンドの出玉が確定しまして、でその後小当たりラッシュを挟みまして、で最後の締めとしてもう一度16ラウンドの大当たりといったようなサンドイッチ構造になってまして、これで一撃の出玉を狙うといったような遊び方になっております。でまたこの呪縛連鎖の時というのは、大体大当たりのが 25%、 4回に1回突入するような、確率になっております。本機種はワンスペックでの販売を予定しております。CR リング呪縛ラッシュ FPM は大当たり確率297分の1、各辺突入率 65% 以下、ご覧の通りとなっております。Keep the faith!